40S リボソームタンパク質 SA は人において RPC 採電子に高度されるタンパク質である。細胞外マトリックス等タンパク質ファミリーである。ラミニン類は基定膜の主要なヒコラーゲン生成分である。ラミニン類は細胞の接着や分化、郵送、シグナル伝達、神経突起身長、転移を含む多種多様な生物学的過程に関係している。 ラミニンの効果の多くは、細胞表面受容体との相互作用によって媒介される。これらの受容体には、インテグリンファミリーや、非インテグリン性ラミニン結合タンパク質がある。RP 細電子は、高神話性、非インテグリンファミリー、ラミニン受容体1を高度している。この受容体は 67KD ラミニン受容体、37KD ラミニン受容体線具体。 p40 リボソーム関連タンパク質と様々に呼ばれてきている。ラミニン受容体1のアミノ酸配列は進化を通して高度に保存されており、重要な生物学的機能を有することが示唆されている。ラミニン受容体転写産物の量が正常細胞よりも大腸癌組織や肺癌細胞株において高いことが報告されている。また、癌細胞における このポリペプチドの情報制御とそれらの侵襲性、転移性表現型との間に相関がある。この遺伝子には複数のコピーが存在するが、それらの多くはレトロポジショナル事象から生じたと考えられている偽遺伝子である。この遺伝子には2種類の選択的スプライシングによる転写変異体が見出されている。リボソームタンパク質 SA は RPS21 と 相互作用することが明らかにされている。ありがとうございます。